はい、どうも皆さんこんばんは、ペパランドのラッパーです。ということで今回も妖怪ウォッチバスターズプラプラやっていこうかなと思います。前回の動画とか見てない方はぜひぜひ見ていってください。ということで過去2回ねバスターズやったんだけど、今回はちょっとオンラインちょっとそろそろさすがにやってみたいなと思って、ちょっとローカルでちょっといい人がいなかったらオフラインでやるんだけど、ちょっとオンラインやってみたいなって思って。いい人いるかな。いいんじゃないこれ。玉物前陽子大退治ようわかんないけど、とてんてこまいと一緒にやるか。これ俺大丈夫かな、俺の影オロチ入れるかな、レベル的に。ちょっと大丈夫ですか、僕入れてください、お願いします。入れなかったら泣きます。え、ピンポン押した。おー、すげえ。ちょ、これチャットしよう、チャットしよう。こうやってなんだ、よろしく、よろしくな、こんなんだけど。お、入ってきた、ソーマ。ソーマ強っ。俺最弱じゃんこん中で。おお、びくしゃーびくしゃー、急に始まるね。え、これ、おお、俺の初のオンライン、ててれてんててててててれてて、ちょっと楽しみなんだけど。おい、人とかいないと思ってさ、今までオフラインやってたんだけど、オンラインこれ俺大丈夫かな。これめっちゃなんか変なプレイしてさ、俺コメント欄で叩かれたりしない、大丈夫みんな。これごめんね、なんか先に言っとくわ。さあ、ということで、玉物前、陽子、大退治ってことって、ちょっと行く？相馬？相馬ととってお前キャラ一緒じゃねえかよ、く見たら。どう行くのこれ。これに取り付く？これに取り付くのお前。なんだ？俺はわかんないよ。俺わかんないよ。あ、いい、おいしい、強っ。なにこれ。え、強くない？ちょ、待って。その前にちょっと待って。これ、なんか、一人いないし、多分。一人めっちゃ置いてから、まあトイレ行ってんのかな、しゃあないな、そういう時は。トイレ行ってんのはしゃあないんだけど、あいつのせいで俺ら、この鬼玉、ただ鬼玉だけをずっと取れるよ、俺。笑い声するし。あ、いる？こいつ？タマモ。こいつか。タマモだもんね、多分タマモで合ってると思う。あ、もう倒せる。あ、もう倒しちゃった。ちょっと待って、え？全く凶暴な連中だね。お前たち相手してやりな、だって。いや、わかんねえ。俺なんもしてないけど。どういうミッション？わっしょいわっしょ。あー、なんか出てきた。はぐれ妖怪出てきたよ。とっかま。いや、すごー。お前すんご。俺なんか弱い妖怪ばっか使ってた、今まで。こんな剣使ったらお前ずるじゃん。あ、出てきた、てんてこまい。ナイスー。ん？過去の桜元町に何かがいるっぽいな、この感じ。なんか、音バグってね。大丈夫か？なんか、終始よくわかってないけど、え？あ、来た。やっとこれオンラインってこと？今までのやつは何だったの？これ俺さ、やることないんじゃない？これみんな回復させてあげるよ、俺がこうやって。ヒーラーだからね。さあ、ここで裏から攻めて。いや、強い。あ、そうか、グレートがすればいいのか、俺も。さあ、ここでグレートが決め込んで、かけるよ、山田のオロチぶち決めていくと。さあ、オッケー。え？もう半分？え、ちょ、待って。俺さ、ちょ待って。みんな待って。こんな恥だし。めっちゃ恥追い詰めてるし、俺も回復とか必要ないし、これ。何これ。どういう状況今これ。ちょ、待って、みんな待って、これどういう状況、どういうお笑い。しかも、端っこで攻めすぎちゃったから、取れない鬼玉あるし。どういう状況。え、本当に終わりこれ。え、これはどういう状況、みんなが私頑張る隊長さんって。何これ、え、どういうお笑い、え、あ、どういうお笑い。ちょっと待って、あの、一つ言っていいですか。オンラインエグ。え、めっちゃ鬼玉しかも集まったじゃん、8000あんだけど俺。いや、これやばいね。え、これちょっと待って、レベル上がってるやつになってる。超になってるよ、超玉物前陽子鬼退治になってる。で、一人、てんてこ前、一人いなくなってるし。ちょ、待って。え、こんなサクサクいくもんな。ちょっと待って。見てるみんなも一旦整理してもらっていい？バスターズってこんなもんですか？オンラインってやれば。てか、しかもなんか、俺、なんかこの感じ、俺も CPU みたいじゃない？この、Go バスターズやっていこう。蝶とか俺、蝶のミッションやんの俺初めてなんだけど。大丈夫？またトーマくんに任せるよ、あの祭りのみこしみたいなやつ。よし、とりあえずミッションスタートやっていこう。え、これがあるで、これだよね、だって。どう考えても、これが、お前らの、あれだったもんな。わっしょい。ちょ、待って、もう一回見とくよ。いや、何それ？なんか、無敵じゃん、そんなん。そんなんやってたら。
そんなんあったら無敵じゃん。よしよし、倒すよ倒すよ。じゃあもうそんなんあるならもう無敵じゃん。まあ負けようがないよ逆に。あ、音楽変わった。これで多分出てきたんだな。まだ同じじゃね。もうこんなし HP しかない。え、こんな音、え、これは どういうゲーム。とりあえずもう このシーンいらないんじゃね。よし、とりあえずここになんかもうカメラが来る前になんかちょっとビューン光ってなかった。しかも超手ついてるし、これ大丈夫。これ俺もとりあえずグレート化して、さすがに超手ついて、さすがにさっきよりは強いんだろ。さすがにさっきみたいにはなんないでしょ。超だよ。だって超っていうのはもうだってふわりふわりっつってやるからね。とりあえず回復も使えて、目の前にいると俺攻撃結構食らっちゃう。あ、まあまあさっきより歯応えあるけど、いや、なんかすごくね。なんか こんなもんなん、妖怪落ちバスターズって。こ、やばいやばい、死んじゃう。死にそうなったらとりあえず回復しておいて、オッケーオッケーオッケー。とりあえず取り付こう。ケイタ君取り付いていきます。俺もさあ、とりあえず人間に取り付くことは結構で強いと思ってるから、僕とりあえず陽気貫きスパイラル打ちますよ。あ、さっきより全然ってことあるね。やっぱ超なんだ、インターネットは超からだからね。お、チャンスなってる。いいよ。いいよ。じゃあとりあえずこれ取り付き解除か。これ取り付き解除してグレート化して、これで影流ヤマタノオロチ叩き込むってことね。さあ、オッケー。いい戦い方。やっとあんま、いいよ。ただインターネット、お前らさ、ちょっとインターネットのみんなに言いたいんだけど、これすごくね。お前ら強くね。さすがにいくなんそれも攻撃。危ない。あれ死んだる。あれちょっと待って、あれ死んじゃった。すいません、僕がレベルが低いばっかりに、すいません。え、待って、ちょっとまずくない？一人死んじゃった。またちょっとこれ結構まずいんじゃない？もしかしてだけど、まずかったりする。やばい、月神つくよみが、これ CPU か、月神つくよみがちょっと結構死んじゃってんな。結構、いやー、これまずいやつか。ちょっとこれここまで来てさ、死にたくないよ俺。え、待って、混乱しちゃってるわ。ちょお前、ちょ俺も流しちゃう。ちょ待って、いやー結構やばいわ、混乱えぐい。ちょ待って、な何これ、何この混乱ってやつ。ちょ混乱えぐいわー、ほんまに結構まずいかも。月神月読みが死んでから俺ら調子悪すぎる。ちょ待って、一旦ここで俺がグレート化するわ。で、とりあえず、いやー、お前らどこやってんの。いやー、石ー混乱しちゃった。あ、やばい。ちょ、マジでまずい。じゃあ俺もとりあえず人間に取り付こう。とりあえず人間に取り付くことで、いてとりあえず人間に取り付くことで大丈夫になるみたいなとこはあるかも。いやー、で、ここでオッケー、ナイス、いい隙ついて相手が来ちゃう。ちょっとやっぱ超ちょっと強いわ。オッケー、ナイス。とりあえず俺このまま行こう。とりあえずオッケー。邪剣演武ナイス、邪剣演武ナイス。俺食らっちゃうからよけるよ。いやー、いいんじゃないかな。まあ、うん、ちょ結構強い。超なるとちょっとだいぶ強くなってるわ。超だいぶやばいわ。よし、結構あれじゃない、結構掴んできてんじゃない。あととりあえずこう回復をうまいこと使いつつで、まっすぐ真ん前に出ると結構まずいから、こういう後ろからちょっと攻撃するみたいなのが結構大事かもしれない。ちょイケメン取りつくわ一旦。とりあえず一旦イケメンになっといて、お前ら全員の調子上げとい。よいしょー、よし、わあ、なんとか倒した。うわー、ちょっと結構危ないシーンもあったんだけど、いや、みんなありがとう、よろしくって言っちゃった、ごめん、ありがとう。いやー、なんとか、ちょっと待って、さっき、あの、1回目があまりにもちょっと、えぐすぎたから、次もいけるかなと思ったら、結構ちょっとまずかったね、今回。超やばかったね、超だけにね。俺、全然鬼玉ないじゃん。俺の鬼玉どこ行った？俺の鬼玉、どうなった？じゃあ、お疲れ様って言って抜けよっか。あ、終わった。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。ということで、バスターズ今日オンライン初めて挑戦してみたんだけど、やばいね。初めて超のミッションクリアしてめっちゃ鬼玉集まったね、今日。とりあえずじゃあ今日、
ゲットした鬼玉でちょっとトレーニングしちゃおうかな。どうしよう、アサシン今日ちょっと大活躍だったからアサシンちょっとレベル上げちゃおう。めっちゃ、だってもう鬼玉めっちゃ集まったもんね今日。ピンピンっつって33まで上げようか。おいしょー、これよ。34になってるし。はい、ということで以上です。ということでオンライン楽しかったね。こういう動画がもっと見たいと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、妖怪ウォッチ4のバスターズやってみました。またやるかもしれません。以上、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。